皆さんどうも、キューです。今回はね、今イベントの各地ステージに絶対ね、入手するべき最強クラスのね、SS ランクがいるってことで、それについてね、紹介していこうかなと。で、それがいるステージが各地ステージ3だね。ここの開放条件を先に言っておくと、ステージ41でサイズ30以上のデカプニを作るかな。で、それをね、することによって、この各地ステージ3が出てきて、ダンドリーっていうキャラだね。これ昔からとかね、結構前からやってる人はめっちゃ強いキャラっていうの知ってると思うんだけど、まあ、最近始めた人とかはさ、まあ、単なる SS かなと思ってスルーする人もね、いちゃうかもしれないんで、動画で紹介していこうかなと。で、まずね、性能を見せていくんだけど、SS とは思えないほどね、技もスキルも両方めちゃくちゃ強くて、技もね、今でも使える。特に初心者さんとかバフがね、強いのいない人は、めっちゃ即戦力になって、まず少しの間攻撃力大幅アップ。今となってはさ、攻撃力アップの5秒しかアップしないのって、いや、どういうことってなると思うんですけど、効果で171ポイントってことでめちゃくちゃ高いんだよね。これって昔で言われてた超バフっていう扱いで、普通のバフを超えたね、強さを持っていて、ダンドリーとかドグシャッコかな、それぐらいしかいなかったね、最強クラスのキャラで、これね、5秒しかアップしない代わり、めっちゃアップするんだよね。だから簡単に言ったら SSS の普通のバフより全然大幅にアップするよってこと。まあ、今の時代になっちゃうと、例えば最近で言ったらデカプニ作ってペコラかな、それとね、同じくらいの効果量になっちゃうんだけど、まあその辺のバフがいないって人はね、即戦力になるキャラになるんで、絶対取ってほしい最強クラスのバフで、ちょっとなくなっちゃったんだけど、スキルが勇ましの種族効果アップ。スキルはめちゃくちゃ優秀なんだよね。例えばアースオーカーノアとかね、スコアタル組み合わせて使うこともできるし、無難にさ、その特攻なし攻略とか、まあ勇ましのね、種族効果を上げる要因としてもね、使えたりできるんで、もうスキルも技もめちゃくちゃ万能、なんかいろんな場面で活躍できるキャラなんで、絶対入手してほしい。まあ、自分はもう10凸となってるんですけど、本当に余裕があるよっていう人はここ周回してあげて、10凸目指すっていうのもありだと思う。うん、好物あげなくても多分ずっとやってればね、簡単に10凸になると思うんで、ぜひね、ここやるのありかなと。うん。まあ、ちょっと周回はどうだろう、しやすいかしにくいか、ちょっと今から見ていくんだけど、まあ、言うたら8万しかないから、まあ、ワイパーパーツ入れれないけど、まあ、ある程度楽には周回できそうだね。こんな感じで、まあ、おすすめキラコマサンタとかな。こんな感じでやってあげて、バフをね、さすがに8万あるんで、SS までしか使えないってことで、バフをね、重ね掛け、て重ね掛けっていうか一発か、打ってあげて、まあ、もう一発ぐらい重ね掛けしとこうかな。で、覚醒風に打って終わりって感じかな。まあ、こんな感じで言うと、そんなに難しくもないかな、ステージの難易度もね。もう言うと8万9000も出てるわ。まあ、こんな感じである程度は周回できると思うんで、まあ、ちょっとここでね、周回っていうのはきついかもしれないけど、まあ、余裕があったらね、トツとかもやってあげるのありかなと。だからさっき紹介したように、最強なバフ性能を持ちつつ、まあ、最強はちょっと言い過ぎかもしれないけど、SS では最強クラスだし、まあ、今でもね、言うて使えるぐらい強いんで、まあ、5秒とはいえね。で、あとスキルもかなり優秀ってことでね、持ってない人は絶対入手してほしいかなと思います。はい、というわけでね、今回は以上になります。良ければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。